義母晴れは、日本の政治家。元沖縄県富城市長。元富城市議会議員琉球政府島尻郡。富城村出身。那覇市立予備小学校に2年生まで在籍。那覇市立古倉小学校に3年生まで在籍。富城市立上田小学校卒業。富城市立富城中学校。沖縄県立富城高等学校。 沖縄大学法系学部卒業。2007年2月4日の富城市議会議員選挙に出馬し初当選。2010年6月8日、金城と弱き、富城市長は記者会見で引退を正式表明し、後継候補として希望を指名。記者会見に同席した希望も出馬を表明した。同年10月10日の市長選において、無所属で出馬。 全市議で無所属の大城勝永、全市議で無所属の大城秀和を破り、初当選した。その時点で、県内最年少の市長村長となった。11月8日、市長就任。当日有権者数42,158人、最終投票率 51.98%2014 年の市長選挙は10月12日執行予定であったが、 台風19号の接近により、10月19日に、り延べされた。前回戦った、大城勝長を破り、再選。当日有権者数、44,638人。最終投票率 53.、53.46%2018 年7月20日。前市議の義母安高が出馬の意向を表明。自民党県連に推薦を要請した。8月8日。 前市議の山川糸氏が出馬の意向を表明。8月12日、義母晴樹も参戦を目指し出馬の意向を表明。同日の記者会見で義母晴樹は,れは自民党への推薦願いは出さない考えを述べた。10月6日、公明党は自主投票とすることを決定。同年10月14日に行われた市長選でオール沖縄候補である山川糸氏に敗れ落選。 当日有権者数48,141人、最終投票率53.28%。ありがとうございます。